チュリーチャンネル。第1回バンドマンなら知ってて当然でしょ、音楽王。全く内容を分かんないですこれはですね、まあバンドマンっていうか音楽やってる人だったら、まあ、分かるであろうという、まあ、言ってしまえば一般常識クイズの、まあ、音楽版みたいな感じですね。これはもう絶対に正解してもらえないとダメなクイズなので、まあ、皆さん全問正解を目指して頑張ってください。はい、軽くひねってあげましょう。第1問、半音高くするという意味を持つ記号は。正解どうぞ。正解はこちらですね、シャープですね、はい、なるほど、なるほど、こういうことですか。これはちょっと舐めすぎっすよ。第2問、普段僕たちが使ってる音名はドリームファスラッシュドですよね、はい、それを日本式で書いた場合、ミの音を表す音名を日本式で書いてください。あれ、順番、はい声じゃない。はい、じゃあ正解どうぞ。ハとハとハ。正解はハです。おー、マジか。ハからドが始まります。ハからか。ほー、ハにホヘと色の順番でドリームスラッシュド。なるほど。第3問、音と音をつなぎ合わせるという意味を持つ記号の名前をお答えください。音と音をつなぎ合わせる。はい、あ、はい、聞いてください。あの記号を見せていただけませんか。じゃあ例えばこれですね。ああ、書いてる、そう、ね、書いてる、書いてるけど名前間違えてるかな。どっちだ、あどっちだ、ね、違う気がしてきた。違うわ。答えどうぞ。はい、ブリッジハンマリング。正解はタイです。はい、ごめん、全然分かんない。第4問、ト音記号と変音記号を書いてください。わー、俺書けねえんだよマジで。ちゃんと一応分かりやすく、あの、そういうのに線符を書いてもらって、2つ書いてください並べて。そういうこと。確かこれだ。こんなんだったっけ。こんなちょっとねえよ。はじめちゃん正解どうぞ。はい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 。やっぱおば、これはやばいじゃない。正解はこちらですね。ああ、これ大事なところがあって、このトーン記号だとこのソの位置ですね、ソの位置に要はこの円が来てる、このここで、はい、ここに円が来てるっていうことが大事なんですよ。要はここがソですよっていう意味ですね。一個上だわ。低音記号っていうのはヘなんでファなんですよ。ああ、なるほど。なのでここがファですよっていうのを分かりやすくするために、ここにこういう記号になってるんですね。え、僕のこれファですけど、あれ逆だっけ。あれ逆ですね。あ、完全に完全に逆ですね。最後も四泊休み、これ一緒ですよね。休みを意味する全休符を書いてください。はい、じゃあ正解どうぞ。あれ、ちょっと翔さんの位置が正解は、これは欲しいぜ。これはレの下に黒い四角です。ここじゃないとダメなの。ダメです。知りませんけど。最終問題、今から僕が見せる記号の意味を答えてください。 8VA とかですか。そうです。8ってのが味噌ですね。まあそうですね。8の数字変わることはないです。8しかない。僕の知ってる中では8しかないです。これちょっとヒント出しますと、これもあります。あの、天秤がね、下に。え、うまっ。これ聞いたら、あーってなりますよ。必要なんだよ。はい、じゃあ回答どうぞ。8バース歌って交代バースじゃない。やっぱ最近フリースタイルダンジョン見てる。8バースずつ先行後攻で、あ、8バースで単位があるんですね。そう、回していく。あ、なるほど。僕それちょっと存じ上げない。ごめんなさい。8分のリズムを感じながら。あー、なるほど、なるほど。例えばこう楽器陣が16でどこどこ行ってても、ボーカルは8分の8分のリズムを感じながら。僕は不点8分。不点8分でも点ついてるじゃないですか。あの点がそれかなと。正解はこちらです。オクターブ高く。あー、なるほどね。そういうことか。そういうこと。あー、なるほどなるほど。あー、分かった分かった。だから8か。あー、そうか。譜面の構造上、
上とか下に書きすぎると分かりづらいので、その場合に使われる記号です。なるほどね。それいくつか8か。なるほど。これは8だわ。間違いない。結果出ます。1問です。1、3。はい、じゃあということで、できなかったお二人には謝ってもらいます。言葉で謝ってください。付録に音楽のことをよく知らず、バンドとか作曲したりとかしてすいませんでした。全然わかんないベース弾いてすいませんでした。